お疲れ様です。ちゃんと動画撮るところが偉い。これ なんていうお酒？黒龍の雫。黒龍の雫、はい、高級酒です。わかります。雑味がなくて、はい、で、ふわってフルーティーな感じ。え、これ、あ、下に。まだ飲食は。めっちゃうまいっす。お前、全然あっちに並んどるやん。すごいな。これ何って言うのか。アナゴ？うん。はい。あ、すいません。すぐ戻ってきます。3万になりますね。はい、はい、じゃあ普通の居酒屋の刺身セットがむちゃくちゃいいかな。イカは確かに鮮度が持つから。あれ、これイカお願いします。いつかですね、佐賀の黒とクロマシリーズが大きいです。あれ大きいじゃん。私のもんやって、オーラが出とったやつ。もう11月ぐらいの段階で、はい、切り切って、こっちの方がいいと思う。なるほど。今年は。綺麗な景色、今度は。でもこれは岐阜にしかないチェーンなんで。おとといまでもないですよ。時間放題、結構中放題じゃないと5教科見れないんで、2時間やと分かるんで、距離取るんですよ。めっちゃ痛いよ。